結構晴れてるよ。ございます。朝早すぎて目がパンパンですが、スペイン今から朝ごはん食べに行きます。爪がなくなっちゃったの。美味しい？茶色やな。茶色コーナー緑を全て食べた余計にね。これめっちゃ美味しそうやったで。スパム入れてもらった。いいな、ね、温かいうちに食べた方がいいかな。いただきます。美味しい。ありがとうございます。もう食べ終わってバスに来ました、今からチラウミライナーっていうのに乗ってるんですけど、これに乗ってチラウミ水族館に向かいたいと思います。バスめっちゃ快適、足まで伸ばせる。2時間ぐらいあるので爆睡していきたいと思います。行ってきます。着いた。長旅お疲れ様でした。あっちの振動がでかいわ。オッケー。なんかディズニーだね。やばいあれ。はい。マイナーの水族館見当たんなくね。見当たんない。さっきでも水族館まっすぐって書いてたからこっちだと思うよ。おお。ああ。間違えちゃった。間違えた。あ、また間違えた。なんか進めてないみたいになってるやな。引っ張られてねえな。ね。しかもまあまあでかそう。体こっちから抜いてくる。タピオカみたいな点々ついてるからだよな、きっと。ほら。歯みたい。でかっ。めっちゃついてます。歯みたい。うるさー。でかいやつ。うるさー。お、来た来た、ジェンベイ。すごい。でっかー。私、3つ分ぐらいかもな。いや、3つどころじゃないで、多分。4つかな。やばい。めっちゃかわいい。3人組の。イルカに餌やることできます。すごい可愛くね。めっちゃ来た、怖。めっちゃ並んでる。並びすぎてるので今日は諦めます。何買ったんですか。タコを買いました。ココスやないかい。ドラえもんが言うココスやないかい。私顔ちっちゃ。バス乗り場どこなんやろな。降りたところで。あ、 だいぶやね、あと1時間半後ぐらい。一緒でしょ。だよね。イエーイ、ゲットしました。
タコス。どこで食べる？どこで食べる？ちょっと寒いかもよ。暖かいところ、あそこ。カメと一緒に食べる。カメと一緒には食べたくない。よいしょ。将来カメ飼いたいらしい、彼氏。なあ。臭いからやめた。私が臭いからやめてって言った。水槽系はな、ちゃんと手入れしてへんかったたまに臭いしさ。よいしょ。それではいただきましょうか。どうぞ。おはようございます。食レポお願いします。それではいただいていこうと思います。お願いします。あった。スライム水族館の中にあるランチカーみたいなやつ。どうですか。うん、美味しい。ミートまで届かなかったじゃあもう味わからなかった。ただの野菜。食レポ美味しいだけでした。美味しい。ちょっと辛い。ありがとうございます。それでは今美ら海もう全部終わってバスの時間から1時間ぐらいあったので。あ、あれじゃん。いや、あれではない。あったので、なんだったっけ、花咲マルシェっていうところまで歩いて15分くらいだったので、そこまで歩いてきてます。まもなく着く。ここにはね、ゴンチャもあるし、スタバもありました。何やってんだろう、ここ。うるさいな。花咲マルシェ。本当だ、上から行こう。こんな感じでカフェがいっぱいあります。フードコートに中もね、ハワイアンアイスとか結構南北って感じのお店が多いし、このポータマもある。ポータマのお店もあって、隣にゴンチャもありますで、食べるところも。ジェラート今寒いもんな。今日結構寒いからね、もう実にジャケット着てます。どこがいいんですか。ちょっとスタバ。東京と同じ味を選んだというのがよろしいでしょうか。はい、あなたが最終的に選んだのは東京でも食べれる味ということでよろしいでしょうか。はい、では行きましょう花咲マルシェのスタバに着きました。絶対スライムシェとか行ったら寄ってほしい。めっちゃ景色綺麗らしい。今日はちょっと曇ってるかもしれないですけど、これそうだ。すごいいい感じ。今日結構湿気てるね。前髪がついちゃう。めっちゃ嫌。嫌やば。顔やばい。顔嫌や。持ってこ。バイバイ。嫌やって。この感じ、カメラを回しないときもやってくるからな。しんどいわね。しんどい。お腹痛い。あ、よかったです。いい感じ。沖縄ソーキそば。ソーキそばと沖縄料理なんか食べたいな。もじり食べたい。圧勝させていただきました。夜ご飯食べに来ました。今国際通りにまた向かってます。今回はチャタン行かずに国際通りで全部ご飯食べてる気がする。このお
マリアンビール2つか。コーラ1つ。マングローブみたいになってる。なんか食べづらいやん。そう。島豆腐と何だったっけ、海ぶどうのサラダでいい。めっちゃ美味しそう。これナミのあのまつげやってるやつやん。ちゃうよ。今これ使ってない。ちゃうよ、ビューラーのこと。餃子です。あずー豚の餃子かな。美味しそう。これ一番おすすめらしい、お店の人。じゃあお酒に餃子いただいてみて。こっちにします。めっちゃ美味しそうな中華。どんなタイプの全般ですけど、みんなができたの。こういうわけですね。ゴーヤチャンプルで美味しそう。一番人気ね、めっちゃ美味しそう。ね。最高。最近薄味が好きなのかも。そんなことないと思うで。じゃあ嘘だわ。すごい。軟骨ステーキの炙り焼き。いただきまーす。どうでしたか、この沖縄旅行。ご飯が美味しい。で、かわかいいね。ごちそうさまでした。眉毛いい感じ。すっぴんでも綺麗な感じの眉毛。気持ちよかったです。最近めっちゃ腹きれいになりました。彼はもう帰ってきてるのでしょうか。ただいま。黄昏れてた。おはようございます。おはよう。おはようございます。最終日の朝です。今日はちょっと曇りっぽい。今日はデザートも食べちゃいます。カヌレにこれがね、ほうれん草とかぼちゃのポンドケーキで、ヨーグルトにいつも通りブラックコーヒーをいただきます。お土産買いに来ました。前回行ったこのヤンバルコーヒー買おうかな。まさかの空港のお土産屋さんにリプティックなので買いに行きます。大量に買うかも。じゃーん、リプティック。メンズで買うのは嬉しいな。買っちゃったぜー。うん、ね、ハンドウォッシュ買った。安定のスタバを買って飛行機に乗って行こうと思います。東京帰ります。最後に今日のコーデを紹介したいと思います。これが家族で買ったサングラスに、これはロサンゼルスのLA のエンジェルスの帽子に、これがシシブラのマスクで、これがオーシャンパシフィックのジャケットで、中が
バンズの US オープンのロンティーに、ヌードで買ったタイトスカート、ブーツ履いて帰ります。今日の格好いい感じやんな。いい感じ。好きそうやろ。いつもいい感じ。ありがとうございます。っていう感じでスピンなんですけど、あとは帰って寝るだけなので、飛行機の中で爆睡したいと思います。ということで沖縄バイバーイ。We used to have each other's playlists. No, no. Used to be each other's best friends. Yeah. And now we go our separate pathways. But your heart's still in mine. Yeah. And maybe we could try and